ぽいですね。暗めの緑でおしゃれだなと思います。去年緑のスーツとかも着てましたし、スーツとか緑は合うかなとは思います。まあ、落ち着いた感じで好きだなと思ってます。チームの中での地位というか、選手としてのポジション自体はやっぱり責任も上がってくるので、まあ、やらなきゃいけないことも増えますし、確実にいい状態でシーズンに臨まなきゃいけないので、向こうに行ってもう何年か経つので、ある程度計算できるようにはなってるかなっていうのはあるので、ベストの状態を保っていくっていうのが一番大事かなと思います。限られた時間の中で体がピークの時に、まあ、技術力もピークに持っていくっていうのは、なかなかその噛み合いは難しいのかなっていうところで言うと、時間ないなって思いますし、まあ現役中の時間ももちろん少ないですし、その中のピークの時間っていうのももちろん少ないので、なるべくそこの時に、まあ最高到達点をやっぱり高く持っていくための時間っていうのはなかなか少ないんじゃないかなと思います。焦りみたいなのもありますけど、でもまあ楽しみみたいな、まあ半分趣味みたいなところもあると思うので、トレーニングも好きですし、練習も好きなので、今までできなかった、持てなかった重さだったり動きだったりとか、まあできるようになるだけでも、まあそれが励みになるんじゃないかなと思います。オフシーズンはやっぱ食事が一番大事かなと思いますね。日本に帰ってくるとやっぱ美味しいものもたくさんあるので食べたくなるところもあると思うんですけど、シーズン中よりもよりクリーンな食事はまあ心がけて、もう普通にお米炊いてお肉とかお魚とか焼いてみたいな、あんまり調味料とかも使わないので、もうなるべくカロリーが上がらないように食べてます。ラーメン好きですよ。この間も自分で作って食べましたけど、多少はやっぱり脂質が高くなる、糖質が高くなるっていう食べ物だと思うので、まあその分他で減らしたりとか、基本甘いのが基本全般は好きなので、全体の中でまあこれはいいかな、あれはダメかなっていうのを決めてる感じですかね。もうお風呂入ってる時もそうですし、なんかテレビ見たりとかね、映画見たりとか本読んだりとか、そういう時はあまり考えてない時ももちろんありますね。少年誌が多いですかね、やっぱり漫画は。触れるとしたら睡眠じゃないですかね。はい、単純にまあそこで1時間増えるだけで起きてる時間のクオリティが上がるので、そこはやっぱ大事だなと思います。まあ、僕自身は自分自身でショータイムとは思ってないので普通に野球やってるだけですし、そう言ってもらえることに関してはね、それは嬉しいことだなともちろん思うので、やっぱ一番はね、ファンの人が野球を見てすごいなとか楽しいなとか思ってくれるのが僕らにとってはすごく嬉しいことなので、そのために練習してますし、そのために勝てるようにみんな頑張ってるので、まあ励みになる言葉だなとは思いますね。成果が出ないと面白くないなって感じてる人が多いんじゃないかなと、辛いなと思うとやめたくなるのがまあ人だと思うので、それでも頑張りたいなって思える何かがあるなら、まあその時点でもう幸せじゃないかなと。僕にとってはそれがたまたま野球でしたけど、それが別の仕事のまあ方向に向いてるのであれば、それはそれで十二分に幸せなことだなと思います。それが好きなことなら、それが一番素晴らしいというか、まあ、楽しいことじゃないかなと思うので、なるべく好きなまま最後まで終えれたら幸せだなと思っているので、僕はそういうふうに頑張りたいなと思ってますし、もしそうじゃない人がいたとしても、その目標に向かってね、時間を割いて達成できるように頑張ってほしいなと思います。自分自身ももう年も重ねて、どんどん年も取っていくので、野球人生もね中盤に差し掛かってますし、なかなかここから先多くの時間あるわけではないっていうのも理解しているので、本当に無駄にしないように、悔いの残らないように毎日頑張りたいなと思ってます。